あ、僕バキバキ童貞ですね。僕バキバキ童貞ですね。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 どうも、バキバキ童貞です。エロ漫画表現誌エロ漫画。ね。エロ漫画、読んでますか？ね、エロ漫画たくさんありますけれども、エロ漫画、現実とごっちゃにしてませんか？童貞の皆さん。ね。あんなに性癖出ませんよ。あんなに女、ああ、言いませんよ。って言われてきましたよね。めっちゃ腹立ちますよ。漫画の読みすぎやって。まあ、AV の見すぎだとかね、言われてましたけど、漫画の方がやっぱ圧倒的に過剰だし、エロ漫画は現実を超えてるよっていう、ね、言われてきました。でも一応題目としては、現実を超えてるんで、そことはまあ区別しましょうっていう。でも、エロ漫画の、書かれてる表現とかってどうしてこうなってるかみたいな歴史を知りたいなと思って、いろんな表現があるんですよね、本当に。例えばアヘ顔とかよくね、女性がねなるやつね、ごめんなさいね、本当にね。アヘ顔とか、あとまあクパーっていう広げる表現、あれはもうエロ漫画から来てますけどね、ラメーとかもありますけど、ああいうのってどうやって作ってるかっていうと、もちろん作者がもっと読者のチンポしごきたいっていう、そのもう表現の欲求だけでやってるんですよ。で、エロ漫画ってものすごい量のその漫画表現のがあるんですね。で、かつ漫画表現の新陳代謝がめちゃめちゃ早いんですよ。どんどん進化していって、例えば乳首残像っていう、わかります？おっぱいが揺れた時に、はい、その乳首がこう、上下にこう、あ、なるほど、そう、乳首残像っていうのがあって、まあ、これが世に出た時すごいってなって、それも今当たり前のように、もう乳首残像しないエロ漫画なんかないぐらい使われてるんですよね。もうそういう、どん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 新しいエロ漫画を作っていこうって、まあ。要はエロ漫画って、セックスを描けば、あとは何もしてもいいんですよね。逆に言えばセックスを描かなきゃいけないんで、同じことを描く。ってことは他と違わなければ見てもらえないんですよね。なるほど。なんか古典落語みたいなもんなんですよ。あ、でもそうっすよね。そうそうそう、みんなが切磋琢磨して、ただの一つのセックスというものをものすごくいろんな色で描いているって、それがエロ漫画の表現者になりますね。なるほど。私と一緒に審査員をやった、はい、キメリト先生の、うん、エロ漫画表現者の本、北海道ではね、誘拐図書に指定されてます。でもまあ、とてもそんな内容じゃないと思ったので、本当に読みたい人は買った方がいいんですけど、エクストリームに紹介しようかなと。バニー、まず、おっぱい。おっぱいの表現なんですけど、まあ、エロ漫画の表現というのは、もうおっぱいであるっていう、そもそも。そもそもエロ漫画って、いつ発明されたか知ってますか？でも、ね、江戸時代とかにはあったとは言ってないよね。いいですね、春画とかね。そうなんですよ。まあ日本人はエッチなのがお好きでなんて言いますけど、これはね、エロ漫画だから直接な計測性はないと言われていますね。で、エロ漫画の最初は1973年、漫画エロトピア、ね、でも劇画ってブームがあったの分かります？はいはいはい、ゴルゴ13だから、あの劇画ってもう要はもうリアルに女性の体を描く、裸も出るし、その流れでできたエロ漫画なんですね。意外と最近なんですけど、そう、エロ漫画長くないんです、歴史が。そうそう。あとね、女性のキャラクターもそんななくて、まず、もう、巨乳って言葉がまずないんですよ。はぁ、巨乳って言葉ができたのは、1989年に使い始めてる。そうそう。巨乳のグラビアアイドルの人が出てきてから使われ始めてるんで。で、その前に、まあ、ロリコンブームってのがあったんですね。はぁ、ロリコンブーム。で、これ今のロリコンと違って、その、今はロリコンちょっと怖いイメージ、ちっちゃい女の子が好きってイメージですけど、昔のロリコンってのは、もうもっと、もう、キュルキュルして可愛いみたいな。もう、可愛い系みたいなのがロリコンですね。そういうロリコン系の漫画、美少女コミックなんて言うんですけど、は、基本的におっぱいが大きくないんですよ。若いんで。で、おっぱいが大きくないから美少女なんだっていう。はぁ。おっぱいが大きい美少女なんか、いないよっていう。逆に、僕もね、読んでて意外だったんですけど、もう巨乳好きって言っていい世の中じゃなかったらしいんですよね。そもそも巨乳好きって言ったら、ああ、じゃあ君マザコン
って言われる時代だったんですよね。はあはあはあ、そう、確かにレンタルブサイク去年好きですけど、はい、まあ、強烈なマザコンじゃないですか。知らないか。巨乳好きがまずなかったっていうのがまず、そう、おっぱいに対する価値観も違うんですね。うん、50年の歴史の中で、うん、顔は美少女なのに体はちゃんとおっぱいがある魅力的だっていうのがビデオガールっていう田園少女、桂松香先生のビデオガールが最初だって言われて、そう、これも映像、まあ、見てもらったら分かりますけどね。で、そんなだんだん巨乳っていうのが流行り始めた、うん、海外から、まあね、グラマラスな女性が出てるとか、うん、まあ、D カップっていうのがね、うん、結構ワールドで流行ったんですよね。それで流行ったりなんかして、で、おっぱいいろんな大きくなり方をする。最初はもう水風船をつけたようなおっぱいだったりとか、うん、とにかく大きくしてみようとか、いろんなおっぱい、うん、この作者は乳核っていう、人格じゃなくて乳核って呼んでるんです。その中に、まあ、おっぱいいろんな表現ができて、柔らかそう、触ってみたいおっぱいができたんですけど、うん、一個エロ漫画の弱点がありました。そのおっぱいが動いてる様を表現できないんですよ、うん、まあそうですね、平面だから、うん、はいはいはい、触れないから実際に。で、そこで出たのが乳首残像です。あ、そう、おっぱいが揺れた時に、うん、その乳首がテールランプのように光る、アキラとかのバイクでブーンって光が残るじゃないですか、少し、はいはい、あれって躍動感なの。それによっておっぱいに躍動感が出たんですよ。で、これを作ったのが、まあ、1988年の夏って言われてるんですけど、二人いて、一人が畳博之先生、うん、もう一人が奥博也先生、おー、ガンツ。あ、そうですよね。ガンツの作者です。はい、ガンツの作者がアマチュア人に書いた一発目の、その、読み切りか。はい、で、乳首残像を使ってたんですよ。すごっ。で、それが何年かして、めちゃめちゃ流行ってるっていう。実際にこの本で奥先生にインタビューもしたりなんかしてるんですけど、すごいですよね。で、奥先生に関してはもう、とにかく躍動感を描きたいし、うん、なんかまあ、漫画家になったからには新しい表現を考えたい。うん、新しいストーリーを考えたい。で、唯一この乳首残像だけが残ったっていう。自分としてはちょっと落ち込んでるみたいな。あとか、いやでもすごいことですよね。ね、すごい、もう、一個表現を作ったっていう。うんうん、で、宇多田博之先生に関しては、おっぱいのグラデーション、もうその色の違いというか、あ、そういうのを考えて乳首残像にたどり着いたっていう。う、全く別のとおりたどり着いた。影響を受けたとかじゃなくて。で、乳首残像とかもしばらく出なかったんですけど、その後、巨乳ブームが来て、はい、ようやく一気に花開いたっていうのが、うん、ありますね。あれー。触手。あー、もうエロ漫画といえばって感じ。ザ・エロ漫画ですね。うん、こんなってこう。ね、これ確かに旬が、さっきおっしゃいましたけども、葛飾北斎がね、うん、女性がタコにこう、吸い付かれてるっていうのがありましたけども、これは直接関係ないと言われてます。これも初めて書いた人がいまして、前田敏夫先生っていう。はい、で、僕はね、たまたま見たことあったんですけど、うろつき童子っていうアニメが、エロアニメがあるんですよ。はあはあ、そこに触手がダーッとこう出るという。で、なんで触手を考えついたんですか、やっぱタコとか、葛飾北斎とかですか、うん、ってインタビューしてるんですね、この先生が。で、いや、違うんだよ。触手のいいところは、人を持ち上げれるんだよ。っていう、はあ。女は持ち上げれるし、僕の頃は修正が厳しかったろ、規制が厳しかったろ、いや、チンコかけないじゃん。触手ならいいじゃん。修正、規制のためにやってたんですね。だから、旬がクトゥルフも書きました。クトゥルフ神話は体なんじゃないかと言われるんですけど、規制に対するアンチテーゼだったんですね。アンチカルチャーの。カウンターカルチャーで触手が発生するんです。触手がもう一回流行った時は、おそらく旬がブームで、日本って昔から触手があったんだねってのがあって、もう一回触手が流行りこそさえしたけれども、うん、その旬がの影響は受けてないということらしいですね。今海外も触手大人気なんですよ。アメリカで。テンタクルって言うんですけど、触手のことを。ほうほうほう、その前田敏夫先生はテンタクルマスターって言われてじゃあ海外はなかったんですね、その触手の文化。海外は、触手はないです。それでも、クトゥルフ神話。で、宇宙の恐ろしい、おぞましい怪物が、触手でこうやって、宇宙人が女をこう、触手で吊るし上げてるみたいな描写はある。うん、なんで、海外は海外で、受け入れられた。あ、アメリカはアメリカで。また全く別の文脈でね。誠に遺憾です。アヘ顔ですね。アヘ顔ダブルピース。ね、気持ちいい時にアヘるなんて言いますけども、そんなアヘってる時の顔っていう。これはまあ、もともとは、服従の表現だったんですよ。はあ、襲われて全然気持ちよくないからないよみたいな、うん、気持ち良すぎるんだけど最後まで気持ちよくないって顔しててもその最後の最後に爆発してはぁってなるっていう服従の最終確認
あなるほど。ですね、アヘガオっていうのは。アヘガオダブルピースは服従の最終確認なんですよ。まあ、そもそも、まあ、生き顔、言ってる時の顔の表現として、うん、まあ、なくはないんですけど、うん、なんでこんなに流行ったかっていうのは、うん、これが画像掲示板、双葉チャンネルみたいな、はい、とか、ピクシブとかね、うん、そういう感じの、なんかね、アヘ顔ってちょっと面白いじゃないですか、滑稽に見えるというか。うん、で、このキャラをアヘ顔にしてみた。みたいな。最初ね、パチリーっていう東方のキャラクターがアヘ顔になったからなんですけど、はい、これがめっちゃバズったんですよ。で、じゃあ、自分の好きなキャラも、自分の推しも、アヘ顔にしてみようっつって。みんなが、ノリでアヘ顔にしたんですよ。要はもう大喜利なんですよ。こいつがアヘ顔だったら面白いって。この大喜利で爆発的に散布して、今に至ってるんですね。これもう SNS ならではの。あとは、オノマトペ、はい、擬音、クパ、ラメーってありますけど、これ、まあ最初ではないけど、間違いなく広めたって人はいて、これは僕大好きです。赤沢レッド先生って人が。エロ漫画の人が、クパーリゾートとか、もうクパーを名前にした クパーを名前にした漫画も書いてらっしゃるぐらい、はいはいはい、この人が、でも、クパーってのは、こう、広げる所作だって、決めなければここまで広がんなかったんで、あ、これはすごいですよ。クってのが多分、クチュ、クチュチュとかのク。で、パーが、パーって広がりますから、言語的に言えば。次に広がりました。クパー。いかにやっぱ擬音が良くするか。例えば、チンチンを出すときの擬音、わかります？ボロン。そう。ボロン。ですよね。ダブルユーお写生音ですよね。そういう、ある種、音と、その、実際に動作を組み合わすとめっちゃ記憶残るらしいんですよ。あ、で、この先生、君先生は、その、チュドーンって、なんとなくわかりません？と言って、その、高橋留美子先生とかの、高橋で飛んでくみたいな、はいはいはい、チュドーンとかわかるじゃないですか。もうその一つなんですよ。ラメとかは、三桜南子先生っていう、もう、三桜語って言われてる、もう本当に、とにかく快感を表すには言語を見出すしかないってなって、いろんな言葉を作っていくっていう人とかね、ダメをラメにするとか、もうとにかく快感を伝えたいっていう。バニー！この中で、このおっぱい、触手断面図、アヘ顔、クパーとか、いろんな表現、もうエロ漫画って、とにかくエロくしていこうって、どん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 表現が強くなっていくんですけど、全部のエロ表現を飲み込んだ作品がある。君先生言うんですよ。エロブラックホール。うん、ブラックホール。これトラブルです。あ、やっぱそうなんですよ。ついに来た完成形。トラブルだよ。やったー。トラブルダークネス。もう全部ある。シュアリ、断面ザリ、おっぱいあり、おっぱいあり、クパあり。で、なおかつそれらを下敷きにして、それらを考える時間をなしにして、自分でさらに新しい表現を考える。あ、ね、その、蛇口の水滴の見たら女性器が映ってるとか、目の奥に女性器が映ってるとか、はい、すごい、もう、矢吹先生が一個上の段階にエロの歴史を上げているという、エロブラックホールスのトラブルですね。うわー、すごい。そう。で、まあ、海外の人とかがね、日本のエロ漫画っていいなって、ね、意外に海外の人、アメリカの人とかって無修正の世界じゃないですか。はい、あ、そうですね。規制がないんですけど、はい、日本はいいよなみたいな。なんで、いや、エロいじゃん、めっちゃ、みたいな。いや、だってこっちは、なんか見えないんだよ。規制があって、モザイクがあって。いや、それがいいんじゃん。モザイクがあるから、その奥がなんか見たいなってなるわけじゃないの。まあ確かにそうかな、なんていうけど。この先生とか、その規制とか、修正を乗り越える努力が、触手だったりとか、断面図だったりとか。そうだ。そうそうそう。その乗り越える努力こそが、エロいんだよ、と。それを、しかも、正面紙のレベルに落とし込めた、エロブラックホールがトラブルだ。確かにすごい、そうですね。ジャンプでやってたんだから。クリムゾン先生が言ってましたけど、なんでポケモンとかでエロく感じるかって、少年少女の見る、こんなものでエロに感じちゃいけないという罪悪感があって、それが、ちょっと、なんだろうな、ドーパミンを呼んで、エロく感じるんだっていう。こんなにエロいのを少年誌に落とし込む、その規制と戦いながらやるっていう、すごいんだよ。エロ漫画表現誌。今、ものすごくいい時代に来てる。今、できて、まだ50年ですよ。はいはい、ドラえもんと同じだ。あ、50年だったらね。うん。まだまだ進化してるでしょ。うん。だから僕たちはね、それと、こう、分けなきゃいけない。まだまだ進化する。うん、エロ漫画、エロ漫画で楽しみましょう。うん、超乳とかも楽しみましょう。うん、ね。そういうわけでございました。うん、なんか気になる点とかありますか？圧巻ですよ。めちゃくちゃ楽しかった。遠近法が発明されるように、はい、表現っていうのは刷新されていくものですから、よかったらエロ漫画見るといいかもしれませんな。ではまた。
俺の名前はバキバキ童貞、今になる動画界の皇帝、いじめられて走った皇帝、フルチンで踊るチンケな道家、フリーターの時街頭インタビュー、ひねり出したパンチライン一発、人生はたちまち豹変、俺の名前はバキバキ童貞。